はい、どうもですけども、今日はね、ずるすぎる武器持っていきたいと思います。さあ、こちらはフィンセント。二日連続フィンセントだと思ってるでしょ、お前ら。そうです。いや、ハマってるとかじゃないんですけど、まあ、あれっすね、アプリの50戦が全部フィンセントになるぐらいしか使ってないんで、全然ハマってないんだけど、まあ、この武器何がずるいってね、この武器と、ドライブワイパーかな。まあ、何回も言ってるけど、単射程なんですよ、この武器。絶対に嘘。マジで嘘をこいてる。なんだろう、運営がね、認めてる。お前はこういうズルをしなさいと。ありえない。多分ジムワイパーと同じでもいい。注射程でいいレベル。この武器、だってボールドマーカー勝てるわけないもん。そこと同じなんだよ。このね、組み合わせが。やばすぎる。なんならこれ相手5252だけど、52でも多分ね、勝てないぐらいには長い。うわ、今当たってないんだ、ブラスト。危ねえ。なんでこのマッチ、相手強人とかで環境武器だけど、ボコボコにしてやられたいと思います。まあ、とりあえず、フィンセントがね、ずっと使ってるんですけど、沼ちゃんじゃねえか。いや、まあ、この武器のいいところは、例えば、まあ、敵に弾当てようとしてミスっても筆移動ですぐにリカバリーできる、逃げれる。で、塗りも強い、射程も長い。めちゃめちゃ長いんですよ。しかも、ちょっとだけエイムがずれても2発やれると。これがいいね。たまにエイムが合わない人があるけど、この武器やったらほとんどな。オッケーオッケー、いけ、カリンカリン、ウィーンつって。で、フィンセントヒューでもいいじゃんって思うかもしれないけど、意外にね、ミサイルがちょっと噛み合ってないんだよね。確かに打開きついけど、この武器ミサイルが合ってなくて、なんかミサイルって止まっちゃうじゃん、撃つときに。だから、なんかめっちゃやってる。なんかわざわざ止まって撃つほどなのかなっていう、2の52ガロンデコを思い出してほしいんだけど、あいつプレッサーじゃん。ちょっと微妙じゃなかった。52ガロンなのに一回下がってプレッサー撃たなきゃいけないから、噛み合ってないみたいな。それも同じ理由だね。フィンセントがちょっと微妙なのが。この武器わざわざちょっと下がってミサイル吐くぐらいだったら、ホップスナーポーンって前に置いて前線維持した方がいい。しかも、サブカーリングだからね。あっちポイセンだから絶対カーリングの方がいい。一家忍者がぶっ刺さる。これノックアウトいる。2枚ともやれるんだよな。はい、ペチペチペチで、局舎でもやーと。あと局舎がね、すごい当てやすい。この武器多分インクの当たり判定でかいんと思うわ。めちゃめちゃ局舎が当たる。で、ここね、フレイドでウィーンって走れると。ウィーン。はい、あ、待って、やれてない。おい、射程長いから取りこぼさないと。ウィーンつって。このフレイドがでかすぎる。まあ、こんな感じでね、俺今、すごい評価高い。めちゃめちゃ高いよ、この武器。どうなんだろう。まあ、流行んなくてはいいと思う。正直、流行る武器ではないと思うんだけど、使いこなしたら、だいぶ輝けるんじゃないかなと思います。大会とかはわかんないけど、X マッチとかあったら、初見殺しみたいな。まあ、それもあるかな。あと、フィンセット、今のところいいのが初見殺しで、クソ舐められるんだよ。フィンセントなら倒せんじゃねえ、ウェーって来たやつを全員ボコボコにできるみたいな。まあ、それもちょっとあるかも。流行ってないからこその初見殺し。まあ、でかいからね、そんな。誰も使ってないってことはそういうことなんよ。これとかも多分やれるんだよね、ほら。多分今のもね、舐められてはないと思うんだけど、ベロベロだった。まあ、多分、5、2視点、やれるじゃんと思ってると思うんだけど、やれないんだよな。で、こんな感じで、フレイド逃げます。いろんなことができちまうと、やめてロングブラスター。来い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 、サマーウォーズだ、来い来い、オッケー、よしよし、いけいけいけ。2枚、あれ2枚やれるのちょっとずるいんだよな。当たり判定もでかいと。で、これもやれるよ。あい、相打ち。射程同じぐらいか。多分52寿司とかと同じぐらいなんだろうけど、一発がでかすんぎ。まあ、52もそうか。実質52ガロンだな、フィンセント。まあマジでそんな感じする、射程と二角っていう点では。しかもなんか、移動もできる、オッケー。むしろ52を超えてしまったか。やばいか、これ。バレた、メガホンで。あ、ボロボロ。どうしようか、あいつ。ちょっと逃げるわ。よしよしよし。スパターン積んで。まあ、この武器どうだ？てか、スパターン0点じゃない、これ。スパターンね、今0点1だった。絶対0点2の方がいい。ああいう場面ですぐ帰れるの、熱いから。で、はい、裏からエトナ。どうもー、お前の背中の細胞の数を数えるマンです。こんにちは。あ、どうもどうも。はい、はい。じゃあ、ジムはちょっと無理か。言うて、カウント5だから、もう耐えれば勝ち。ここいるよな。はい、届くと、やばいね。強いね。で、はい、裏取ります。やれるか、これ。このキモい動き。はい、これが強いよな。フレイドでキモくできると。めちゃめちゃ相手からキモかられちまう。局者でも、今のはホップスなのかな。これやれたらすごいが、無理か。いや、詰めるよ、俺は。ここいる。当たんね。これ成功できるかな。これむずいんだよ。オッケー、危ねえ。たまにミスる、あそこ。
はい、あとは矛持ってくれてるんで俺が起動すれば終わると。はい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 、ジムにも勝てる。おい、ナイス。さあコンブやっていこうか。コンブをやりたかったね。マジでこのステージをやるためだけに持ってるまである。このステージといえばやはりバケツ、そして筆系なんですよ。昔2の頃のコンブドラッグとか北斎でめちゃめちゃ潜ってたんだけど、このステージ爆盛りできる。うまくね、ロング。やばい、2枚抜きされてる。ロングうますぎて響いてる。逃げろお前ら。あ、いい生き残り。大丈夫、クーゲルが全員やってくれるはず。俺お前は信じてる。まずい、こっち行っちゃおうか、あえて。やばい、これ無理かも。あ、ちょっと、これお絵かきしてる場合じゃない。痛い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 。危ねえ。復帰。どうしようか。ポップソナなんで、まあ、唯一の弱点ね、この武器。あの、打開がマジでむずい。この、イカ人でどうにか、敵のインクから、スイーって行くしかない。危ねえ、ソチオリンピックがいた。これ、スイーって行くしかないんだけど、打開本当にきついんだよね、言わす。やれる。オッケーオッケーオッケー。任せろ、そこ。で、ウィーンつってカーリングがありがたいね。なんかいる。オッケー、前つ、痛い痛い。勝てる、勝てるんだよな。2発で済むと。しかも相手してんさ、なんかみんな筆系相手してると分かるんだけど、当たんなくない？エイム、こいつのバシャバシャのせいで見えなくなるんだよね。それが熱い。結構体がね、空中で動くから当てにくいんだよな。あんな感じで相手をガバらせることもできると。いや、あいつは大きいホップソナーやってる。よしよし、いけいけいけ。ナイスナイスナイス。リード7持っていけるか。これさすがに徒歩でいきます。この間にね、左取っておけばいいんで。で、なんならインク塗り状況いいから、こうやってこっそりホコにも近づくことが可能と。だいたいね、一発当てた時はね、逃さない。この武器ちゃんとやれる。まあ最悪相打ちまで持っていけるんだよな。逃がすことがないと。はい、当たらんのよこれ。やれるよ、やれないよ。目が、お、危ない危ない危ない。いる。あ、はい、あのロングうまくね。やばい、ポイズ、ポイズ本当に無理。筆系ポイズ無理っす。やれるやれる。しかもダメージ入ってると。これもなんだ、そこら辺いたやつ。ボトルは無理だ。ちょっと待って、やめて。危ね、ロングも無理。よしよしよし、逃げれんのはでかいな。他の武器やったら絶対逃げれる。ニオちゃん入ったが、ポッコ、あ、持たれた。来ますよね、こんにちは。2人いる。でけえ、2人やれた。ジャンプもないね。オッケー、ホコ任せる。ごめん、ホコ絶対申し訳ない。最悪の人間。ああ、キルはします、キルはします。もうキルはキルは、あー、チップライジンで、ここでポンポンって、ここの下からのカニング、これキモいんじゃないか。で、ここで振っとくことによってデカダメージをばらまける。ばらまき野郎、最悪だよな。ほいほい、この下のフィンセントだいぶうざそう。でも別に当たっ、どうだ、うざくないかもね。相手して全然当たってなかった、弾が。あー、でかい。ホコ持ちもうまい。いけいけいけ、ナイスナイス。これ飛ぶわ。このジェッパーに飛んじゃ、ジェッパーじゃない、手をいかか。飛んで、やばすぎ。逃げます。ポイズンが、ブー来るか、左。来いよ。いや、お、これ、フィンセン、なんかめっちゃ斜めだな、ここ。ここはついね。はい、どうも。よし、なんかいる。びっくりした。なんか出てきた。やっぱうまいロング飛んでる。ちょっとだけまずい。27は、どこだ、今、味方いるらへんか。言うて、油断したら負ける。強すみながっちったって。これ、ウィーンって、こっち。で、戻れる？ポイズンがある。やばい。危ねえ。ポイズンめちゃめちゃきついわ。何の武器でも、よりもきつい。バレてますよ。助けて。あー、ありがとう。なんだ、ロングやる。うまー。お前がフィンセント持てよ。どういうこと？うまー。もう絶対ロングでいいよ、お前は。やばい、あいつに全部ちょくられてる。これで38か。やばいやばい。これ持たれんよな。大丈夫だ。よしよし、ナイス戻し。大丈夫大丈夫。お前ら、落ち着いてくれ。まだ生きる。まだ参る。勝ってるけど、まだ参るっすよ、もう。メガホン無理、メガホン無理。俺の場所をばらされてる。メガホンレーザーで住所ばらされてるぐらいの。さ。お、強っ。あいつもやれるか？飛びた。はい。これ、取り寄せるかな？はい、最強だ。もうまとまったキルができると。よいしょ、オッケーオッケー。あ、でも別に全然ハマってないけどね、フィンセントは。こんなん、うん、こんなキル取れても、そんなハマってないですよ。はい。あ、裏いる。あいひひ、ドヤ顔。あとは、ここいたよな。ほい。一回移動。はい、ナイス。コンボトラックやっていこう。よし。お、相手、これ、射程短いんじゃない？でかいでかいでかい。多分、ラクトはね、中射程なんだよな、あいつ。逆に。
この武器、単射程ないのに。ラフトも、まあ、射程長いもんな、あの武器も。あいつちょっとかわいそうだよな。まあでも、ラフトの射程って、多分プライムぐらいあるんだよ。あ、このボールド、あれだ。さっきも当たったんだけど、矛持ちイルカーマン忘れたけど、それやってる人だ。なんで、あいつはね、一生矛持つ。そのせいでさっき負けた、相手に来られたんだけど、矛持たれて気づかないでリードされてて負けた。なんで、ボールド見かけたら、お前矛持つ、持ちに来るよな。もうメタれる。うわ、やれると。あ、無理無理無理。いけるいける、無理。とりあえず、あのボールドを借りまくるわ。絶対矛持ちに来るんだよ。もう矛しか見てない、あいつ。他のものを見てないんで。あいつは矛持ちをしに来ると。で、矛を倒してから、その間他の敵も倒したい。やばいか、ちょっと。バレてるよな。いや、バレてないか。矛どっから、どうしようか。止めてくれた。敵が見当たらない。いるいる。ローラ。お前も矛持つでしょう。止めました。後ろもやれます。雑な振りでやれると。バケツもやれそうだな。はい。やばいね。ちょっとした段差があっても全然二角でやれると。で、ここのホップソナを行きましょう。2枚いる。当たんねえか。いや、無視でいいな、そいつは。ここ来る。ここじゃねえ、ボールド。いや、進んでるよ。ここの潜伏。ローラーもいる。オッケー。あ、ナイス。その価値でかい。あとは、どうだ、これ、下から行った方がいいかな。なんか、フィンセントね、右から行ってもやることないんだよな。結局、塗られてバレちゃうから。下で圧をかけた方がいい気がするんだけど、ちょっと迷ってる、今。いや、シンプルに進めねえな。カーリング多すぎる。どうしよう。この下からね、こうやって振るのが強そうなんだけど、別に誰の役にも立ってなさそう。なんだこれ。やった、オッケー。ローラーやってる。さあ、これ、そしたら前行っちゃおうか。ホップスのはたまるんで、あー、ちょ、後ろいる。オッケーオッケー。いいね。なんかダメージをね、ばらまけるっていうのが強い。その間なんか30ダメージぐらい出るんで、味方が、例えば味方バケツいるから、その30、70でやりたいとか、結構30ダメージ出るんだよな。ボールといますが、逃がしませんよ。なんだこれ、やれるよ。今のも2発なんだ。強いね。はいはいはい。そしたら、いないここら辺。あ、いないわ。見えた気がしたんだけど、幻の5人目だった。ホップソナ、ホップソナ、ホップソナ、ちょっと待って、ホップソナ、ポップコーン、ちょっと待って、たまらんし。ごめん、全然たまらん。はい。実はね、ホップソナってホコ割ってくれるんですよ。あ、割られたけどね。割られるワールドだった。はい、どうも。逃がしませんよ。やっぱあのボールとかすぐ矛持つから、もう矛周り見とけば、とりあえず1キロ持ってきる。ちょっと待って、これ持ってく、持ってく。絶対持ってく。いいやついる。割り鉄だって持ってくれるやついるじゃん。ごめん。あ、ハンコは無理。ありがとう。いや、いい。味方も矛意識。今の持ってくれるのイケメンすぎだろ。いや、惚れたわ。ありがてえ、あいつ。ここら辺に潜伏するとな。待って、バレる。ちょ、誰を狙えばいい。おお、まあ、でも迷った結果、矛。あそこで矛落ちたの、熱くない？無理かな。デカサメライド、熱い。6まで進んだ、ナイス、デカすぎてる。ありがとう、あそこで矛止めた甲斐があったわ。これでちょっと安心できるね。やれす、やれないか。先にいときます。来ますよね、来たいよな、お前。ういー、あ、やばい、来ます。ああ、関門突破ね。ベそんな慌てる時間じゃないか。全然ない。はい、どうも。いや、ありがてえ。マジで、多く持ってくれるのありがたい。イカニン積んでる武器持ってるとマジでありがたいと思うわ。やれるかな、こいつ。どういった？いや、無理だ、あれ。ラクト、長すぎるから。なんか当たった。ちょっと待って、もうなんかおるし、なんでバレてた。いや、大丈夫。矛持ちが上手すぎるまである。これ、後ろ来てるな、ローラー。来てますね。借りますよ。はい、こんにちは。見てますよ、あなたのことは。いつも応援してます。やばい。オッケー。もう取りこぼさないよ。絶対取りこぼさん。待って、いっぱいいるが、やれる。あいつも、いや、ちょっともう終わりガチぜ。おる。ホッコ持たない。よしローラに勝てるのが一番嬉しい。パブロじゃ絶対勝てないことだからね。マジでローラきついんだよ。この武器逆にローラ簡単だからすごい嬉しい。さあ、ここの潜伏バレてはないかな。来い、ホコだけ来い。お前でいいや。オッケー。ナイス。ホコ降りました。いけるでしょこれ。はい、ナイス。こんな感じで短射程一生ボコせるんで、めちゃめちゃ強いんで使ってみてください。短射程派の人は高評価、高射程、長射程やなくてはグッドボタンお願いします。チャンネル登録お願いします。それでは、じゃあの